こんにちは、ゆるセミです。今回の動画はですね、セミリタイア前にやりたいことの道具を買おうということでですね、僕自身はですね、この前、新しいパソコンに買い替えました。そしてですね、今までセミリタイアのためだけにですね、まあお金をね、ある程度使ってきたわけなんですけども、そうじゃなくて、セミリタイア前にもある程度やりたいことのためにもお金を使った方がいいんじゃないか、そういうふうにね、ちょっと考え方が変わってきたので、そのことについてですね、お話ししていきたいと思います。ではまずですね、このチャンネルについてなんですけども、このチャンネルは30歳のサラリーマンの一人暮らしがですね、セミリタイアまでの過程を発信しているチャンネルになりますので、まあ他にもですね、セミリタイアに関する動画を上げてますから、まあ気になる方がいらっしゃれば、ぜひ他の動画の方もご覧ください。ということで、早速本題に入っていきます。ということで、僕自身がね、そういうふうに思った理由3選ということでお話ししていきます。まず一つ目が、お金を理由に妥協する機会が減るということですね。次二つ目が、やりたいことがすぐできるということですね。三つ目が、セミリタイアまでのモチベーションにつながるということのになります。ということでですね、この三つをですね、一つずつお話ししていきたいなと思います。まずですね、お金を理由に妥協する機会が減るということなんですけども、セミリタイア後に気になるのは、もちろんですね、お金の問題になるかと思います。特にですね、税金というのはですね、結構な金額がかかってきます。僕自身が今年収がだいたい430万円とか450万円前後なんですけども、そこら辺の金額の年収ですと、セミリタイアした後の1年目にかかってくる税金っていうのが、だいたい50万から80万円ぐらい。まあ、そのぐらいかかってくるわけですね。まあ、そんな結構な金額が税金としてかかってくる。またですね、まあ、セミリタイアしたということで、新しい生活様式に変わっていくため、まあ、そのことに対するですね、出費ももしかしたらあるかもしれません。新しい土地に引っ越すとか、自分の身の回りの道具をですね、買い揃えるとか、まあ、そういったところでね、お金がかかってくるかもしれませんし、そうしていなかったですね、冠婚葬祭とか、そういったことも起こりうるかもしれません。まあ、そんな中ですね、セミリタイアした後っていうのはね、自分自身の収入っていうのがね、フルタイムで働いている時のも減るということになってきますので、自分自身の生活費っていうのを確保しなければなりません。その生活費を確保する中で、やりたいことに関する道具にね、回すお金っていうのは、もちろん優先度的には低くなってくるわけですね。そんな中ですね、やりたいことに関する道具、こちらに対するですね、妥協をしてしまうっていうね、可能性がね、高くなるわけですね。だからこそ、まあ、やりたいことに関する道具っていうのがね、もしね、非常に高価なものだったりしたら、どうしますかっていうことになってくるわけですね。もちろんそんなことね、気にせずにやりたいことに関する道具は買うよっていうね、人もいるかもしれませんけども、まあ実際そういう人はね、多くはないのかなと、個人的には思っています。ですから、妥協しないでですね、まあやりたいことに関する道具っていうのを揃えるためにも、フルタイムで働いてるうちに買った方がいいのかなというふうに思います。妥協しないで道具を買う。それによってですね、自分自身がやりたかったことに対するですね、まあ、満足感、そういったものもね、あるかと思いますし、もしくはやりたいことに対する生産性ですかね、まあ、やりたいことを効率的にやれるのかどうか、そういったところもね、変わってくるのかなというふうに思います。もちろんですね、道具っていうのはですね、安くても高くてもある程度同じことはね、できるかと思いますけども、高い道具を買った方が、やはり効率的にね、やりたいことはできるのかなというふうに考えてますので、まあ、その点ですね、やはりやりたいことをね、楽しむためにも、純粋に楽しむためにも、ある程度ね、自分が満足するような道具をね、買った方がいいのかなと。で、自分が満足する道具っていう何かとなると、やはりですね、それなりに金額がかかってくるのかなと、個人的には思ってますので、働いているうちにやりたいことに関する道具をね、揃えた方がいいのかなと思います。もしもですね、買った道具、満足できなくても、まあ、フルタイムでね、働いて、お給料がある程度入ってくるので、リカバリーも効きやすくなるので、その点もね、いいのかなと思います。次、二つ目がですね、やりたいことがすぐできるということになってきます。仕事をしているうちであってもですね、道具が揃えればやりたいことできるのかなと思います。もちろんですね、時間的にはセミリタイア前ですから、あまり、仕事をしている間ですから、やりたいことに対するね、時間というのはあまりかけられないかもしれませんけれども、それでもね、ある程度やりたいことができるのかなと思います。これはですね、僕自身の考え方になるんですけど、やりたいことが見つかった時に、やってみないとですね、そのやりたかった時の気持ち、っていう、そういった感情的な部分とかね、忘れてしまって、なんか自分自身のそのやりたいことに対する情熱っていうのがね、薄れていくような、そんな気がしています。
だからこそ、やりたいことをね、やりたいというふうにね、思っているうちにやってみる。こういうことがね、大事なのかなと思います。だから、がっつりやるのはね、セミリタイア後にしておいて、セミリタイア前にね、少しずつ始める。そのためにもですね、セミリタイア前にやりたいことに関する道具っていうのをね、買っておく。そういったところがね、大事なのかなと個人的には思っています。またですね、セミリタイアまでのモチベーションにつながるという理由もですね、あります。セミリタイアというのは長期戦ですね。マラソンで例えるとですね、まあフルマラソンということになるわけですね。まあ短距離走ではなく長距離走、そういった意味合いですね。まあだからこそですね、モチベーションを保つのが大変な時もあります。フルマラソンとかね、そういったものっていうのはですね、やっぱり自分自身のペースっていうのを考えて走らなくちゃいけません。そしてセミリタイアも同じような長期戦っていうことですので、まあそういうのモチベーション、自分自身のモチベーションをですね、ガツッと高めるってしまうとですね、長く持たないっていうところもありますので、そのモチベーションのペースを考えながら、時にはですね、まあ給水ポイントとなるようなですね、自分自身にご褒美というかやりたいことをやってあげつつですね、長期戦を戦い抜く、そういったことがね、大事なのかなと思います。まあそんなですね、モチベーションを保つのが大変な時の給水ポイントの、まあ一つとして、まあやりたいことに関する道具を買っていったら、まあ、このやりたいことをね、やるためにも、セミリタイアをして思いっきり楽しむぞというふうにね、考え直すことができて、まあ、モチベーションにつながるのかなと、個人的にそういうふうに思っています。だからこそ、まあ、やりたいことの道具を買って、まあ、家に置いてるだけでもいいでしょう。家に置いてて、そのやりたいことに関する道具をですね、まあ、目で見かけたり、帰ってきた時に、まあ、ちょっとモチベーションがね、セミリタイアなんかどうしようかな、やめようかなっていうふうに思ってる時にそういった道具を見かけたら、やはりですね、セミリタイアをしてやりたいことを思いっきり楽しむぞという気持ちがね、ふつふつと湧いてきて、まあ、やっぱりセミリタイアを目指して頑張ろうというふうにね、思えるのかなと、個人的には思っています。で、これ、まあ、まとめというか、僕自身の考えなんですけども、やりたいことはやりたい時にやってみるということで、まあ、やりたいことをね、セミリタイア後の楽しみにしている人は多いかと思います。しかしですね、セミリタイア後はお金の問題が出てきます。これが先ほど言った理由の一つ目ですね。またですね、やりたいことを習熟させるためには多くの時間が必要な場合もあります。まあ、やりたいことがですね、どういったものなのかによると思いますけれども、例えばですね、セミリタイアした後、音楽をしたいというふうに、考えている方がいたとしてもですね、まあ音楽っていうね、何か楽器を弾きたいというふうになったり、また歌を歌いたいというふうに思っている人がいたとしてもですね、そういった歌を歌うとか楽器を弾くっていうのをある程度のレベルまで高めるためにはですね、多くの時間、その練習に使う多くの時間っていうのがね、必要な場合もあります。まあそうするとですね、セミリタイア後にやりたいと思ってたことを始めても、自分自身のギャップですね。そのやりたいことを始めた時に自分自身がうまく楽器を弾けないとか、うまく歌えないとか、そういったギャップが生まれてきて、そのギャップの中でですね、なんか思ってたことと違うなっていうところで、やりたいことがやりたくないことになってくる可能性もあります。もちろんね、最初からうまくいくわけないので当たり前のことなんですけども、やっぱりですね、セミリタイアまでの期間が長ければ長いほど、やりたいことに対するね、期待値というか、そういったものが高まっている中で、まあそういった現実とのギャップが、突きつけられると、なかなかですね、自分自身の感情的に、満足、まあ、こんなはずじゃなかったっていうふうに、ね、思ってしまう部分もあるのかなと思っています。まあだからこそですね、セミリタイア前でも少しずつ取り組んだ方がいいのかなというふうに思います。まあ、人間ですからね、まあ、生きている時間っていうのも限られてきますし、もちろんね、健康的に過ごせる時間っていうのも限られてきます。そんな中ですね、まあ、セミリタイア後の楽しみにとっておくっていうのもね、まあ、一つの考え方としてはいいと思うんですけど、セミリタイア前からですね、少しずつ取り組んでいった方がね、多くの時間をですね、そのやりたいことのために投下できているということで、まあ、いいのかなというふうに思っています。ということで、今回の動画のまとめになります。今回はですね、セミリタイア前にやりたいことの道具を揃える方がいいのではないかというふうな個人的な考えをね、お話ししました。まあ、セミリタイア後の楽しみにとっておくと、期待感が高まって、現実とのギャップに戸惑うこともあるかもしれません。またですね、税金といったお金の問題もあるかと思います。ですから、そういったお金の問題とか、まあ、ギャップを感じてしまってやりたいことがやりたくなくなってしまう。そういったことに対処するためにもフルタイムでね、働いてるうちに買っておいた方がいいんじゃなかろうか。そういったふうに思っています。
とはいえですね、まあ、道具はですね、しっかり選んで買った方がいいのかなと思います。まあ、僕自身もですね、この動画を撮っているのは新しいパソコンなんですけども、この新しいパソコンに買い替えるにあたって3ヶ月ぐらいですね、パソコンのこといろいろ調べたりしてですね、まあ、自分に適したまあパソコンの性能っていうのはどんなものなのかっていうのをしっかり考えて、そしてですね、まあ、クーポンを使ったりとか安い時期はいつなのかっていうのをね、考えた上で今ですね、この新しいパソコンっていうのを買いましたので、まあ、できるだけね、しっかりした自分自身が満足のいくような道具を買うために買うっていうのは重要なことなんですけども、それをね、いかに安く買うか、そういったところもね、重要だと思いますので、そういったところはしっかり選んで買いましょう。無駄にですね、高いものを買ってしまわないようにしましょう。まあ、セミリタイを目指しているっていうところなんでですね、まあ、こういうことは皆さんご存知か、まあ、ご承知の上かと思いますけれども、まあ、できるだけですね、まあ、できるだけお金を大事に、とはいえですね、自分の満足するようなですね、道具をしっかり買っていく、こういった風にやっていくといいのかなという風に思います。というわけでですね、今回の動画は以上になります。このチャンネルでですね、セミタイを目指している方へっていうのを発信しているチャンネルになりますので、気になる方がいらっしゃればチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。